潜水艦空き使用の内部海上自衛隊呉資料館は広島県呉市にある海上自衛隊の広報を目的とした施設で、愛称は鉄のクジラ館。2007年4月5日より一般公開されていて入館料は無料である。海上自衛隊の歴史や装備品の紹介などが展示されており、1階部分では海上自衛隊の歴史について、 2回では、嫌いの脅威と総改底の活躍。3回では、潜水艦の活躍について、実物、模型、絵図や映像などの資料を用いて紹介している。展示の目玉は、国内では初めてとなる実物の潜水艦の屋外展示で、この潜水艦は、実際に海上自衛隊で収益していた、有使型潜水艦の秋潮である。 秋潮は2004年3月に除籍となった後、展示用に内部機器の交換や汚れを落とすなどし、2006年9月24日から26日に建設中の呉資料館への搬入が実施された。この様子はマスコミでも報じられ、巨大な船体などは関心を呼んだ。この秋潮は展示の一環として館内にも入ることができるが、 公開されているのは発令書のある看板のみであり、尖閣や偽装は防雨用の処置をしているほか、案内係員が監視をしている。秋潮の怒りや推進機など、一部は防雨用上ダミーのものに差し替えて展示されている。広島県呉市宝町三3 2ありがとうございます。